鳥山石燕、今弱百鬼周囲より、あやかしあやかしは、日本における海上の妖怪や、怪異の総称。長崎県では海上に現れる海下をこう呼び、山口県や佐賀県では船を沈める、船幽霊をこう呼ぶ。西国の海では、海で死んだ者が仲間を捕らえるために現れるものだと言う。津島では、あやかしの海下とも言って、夕暮れに海岸に現れ、火の中に、 子供が歩いているように見えるという。沖合では、海貨が山に化けて、船の行く手を妨げるといい、山を避けずに思い切ってぶつかると消えてしまうと言われる。また、実在の魚である、小番ザメが船底に張り付くと、船が動かなくなるとの俗心から、小番ザメもまたあやかしの衣装で呼ばれた。鳥山石縁は、根弱百鬼周囲で、あやかしの名で巨大な海蛇を描いているが、 これは、陸地のこととされている。江戸時代の階段集、階段楼の杖に、以下のような記述がある。千葉県朝整郡大東先でのこと。ある船乗りが水を求めて陸に上がった。美しい女が井戸で水を汲んでいたので、水を分けてもらって、船に戻った。船頭にこのことを話すと、船頭は言った。そんなところに井戸はない。昔、 同じように水を求めて陸に上がった者が行方知れずになった。その女はあやかしだ船頭が急いで船を出したところ、女が追いかけてきて船体にかじりついた。すかさずやぐらで叩いて追い払い、逃げ延びることができたという。ありがとうございます。